ブンブン、ハロー YouTube、 どうも、マサルです。今回は、オーキテルの K3 というスマートフォンをご紹介します。まず、はじめにスペックを紹介すると、CPU は MediaTek の MT6750T、RAM は 4GB で、ROM は 64GB、最大 128GB までの microSD にも対応しています。ディスプレイは 5.5 インチで、解像度が 1920×1080 ドット。カメラは背面のメインカメラがデュアルレンズとなっていて、1300万画素と200万画素の組み合わせです。前面のインカメラの方についてもデュアルレンズになっていて、こちらも1300万画素と200万画素の組み合わせになっています。バッテリーは 6000mAh で、OS は Android 7.0 となります。その他機能については、保温ボタンのところに指紋センサーが搭載されています。USB 端子としてはマイクロ B となります。そしてこのオーキテル K3 ですが、現在の Amazon の販売価格で 23,999 円と約 24,000 円で販売されています。スペック的には CPU が MediaTek 製の 6750T ということで、この価格帯にしてはかなりハイスペックな CPU となります。アンツツのスコアとしては約4万3000点になります。その他、RAM は 4GB、ROM は 64GB と、この価格帯にしてはかなり大容量のメモリを搭載しています。さらに、前後ともにデュアルレンズのカメラを搭載しているほか、6000mAh という大容量のバッテリーを搭載するなど、とにかくこの価格帯にしてはかなりスペックが高い端末になっています。その辺のコストパフォーマンスもあってか、Amazon の方でも割と評価は高くて、星5つのうち星4つを獲得しています。大画面でコスパに優れた端末が欲しいとお考えの方は、この製品非常にお勧めできると思います。なお、この動画の概要欄に Amazon の販売店のリンクを貼っておきます。実際に購入された方々のレビューなどが知りたい方は、そちらの方もチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。なお、この動画の概要欄の方に Amazon の販売店のリンクを貼っておきます。